アメリカンインターナショナルグループは多国籍の保険会社。欧州はロンドンのクロイドンとパリのラデファンスに、アジアは香港に本拠を置いている。2004年4月8日より2008年9月21日までダウ平均株価の構成銘柄の一つであった。株式は NYSE に上場している。かつては当初アイルランド証券取引所に上場していた。 米経済誌、フォーブスが2014年に発表したフォーブスグローバル2000万2014年版では、全業種通算で世界第42位にランキングされている。1919年、カリフォルニア州出身の起業家、コーネリアス・バンダースターが、中華民国の上海で創業した、損害保険代理店アメリカン・エイジアティック・アンダーライターズが始まりである。スターは、上海で、 中国人に保険を売った最初の西洋人だった。スターは中国大陸で事業に成功後、アジア、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東へ事業を拡大した。1967年に持ち株会社としてアメリカンインターナショナルグループ、インクが設立され、1969年に株式を公開する。2005年、 5億ドルの架空の損失引き当金形状による粉飾、保険及び証券法違反などの容疑で、モーリス・グリーンバーグ、AIG、元 CFO のハワード・スミスが起訴される。AIG の格付けは AAA から AA、A、に格下げされた。モーリス・グリーンバーグは会長を辞任し、後任にはマーチン・サリバンが就任した。2006年、 16億4000万ドルを支払うことで、ニューヨーク州司法当局等との和解に合意した。2008年6月15日、マーチン・サリバン最高経営責任者が、サブプライム関連で過去最大の損失を出したことから、CEO 職と取締役を辞任し、公認 CEO には、ロバート・ウィルムスタッド会長が就任した。しかし、公述の経営危機より、 巨額の公的支援が決定したことから、2008年9月18日に、ロバート・ウィルムスタットは、CEO 県会長を隕石辞任し、後任には、エドワード・リディが就任した。2009年8月10日に、エドワード・リディは、CEO 県会長を辞任し、後任には、ロバート・ H ・ベン弁護士が就任した。2010年、特別取締役会委員会は、 投資銀行のロスチャイルドを独立アドバイザーとして起用した。2007年にアメリカでサブプライムローン問題による金融危機が起こった。AIG もサブプライム関連の金融商品を抱えていたため例外ではなく住宅価格の低下や金融商品の格下げの影響を受けた額の損失を抱えた。 損失額は2008年通期で992億9000万ドルとなり、アメリカ企業史上最大の赤字額となった。リーマンブラザーズが経営破綻を起こした2008年9月15日、ニューヨークタイムズ氏は信用格下げに直面している、AIG が連邦準備制度理事会に対し400億ドルのつなぎ、融資を打診していると報じるなど、AIG の経営危機説が急浮上した。 市場では次は AIG が破綻するとの懸念が広がり株価は60%以上も下落翌16日には一時株価が1.25ドルにまで下落した AIG は経営危機を回避するために最大で750億ドルの調達を急いでおり17日までに資金調達の目処が立たなければ連邦倒産法第11章を申請する以外に 手段はなくなるとの報道があった。FRB は当初、リーマン破綻時と同様に民間金融機関同士で資金の調達するよう促し、ゴールドマンサックスや JP モルガンチェイスなどに融資を持ちかけていた。しかし民間金融機関は AIG を支援するだけの資金の余力はなく融資を拒否した。AIG が破綻することにより4000億ドルの CDS などが 顧客や市場に多大な影響を及ぼすことを危惧した FRB は方針を転換し、AIG の資産を担保とし、最大で850億ドルを融資することを決定した。これと引き換えにアメリカ政府が AIG の株式の79.9%を取得する権利を確保し、政府の管理下で経営再建が行われることとなった。AIG には当初、 融資枠の850億ドルのうち借りなかった分については8.5%、実際に借りた分にはロンドン銀行間取引金利に8.5%を加えた金利が課されることになったが11月10日に発表された追加救済策ではライボーをプラス3%に引き下げられた。この金利はその後の追加支援策によりライボーの水準にまで引き下げられた。 2008年10月3日には新しい経営方針として生命保険事業を売却し中核事業の損害保険事業に資源を集中させる方針を発表した売却して得られた資金は FRB からの借入金の返済に充てられる2009年2月5日にニューヨーク証券取引所の株価が上場廃止の一つの基準となっている1ドルを一時的に割り込んだ 回復しなければ、上場廃止の可能性もあったが、NYSE は、次元的に上場維持基準を緩和したため6月30日までは、上場の維持が見込まれることとなった。2009年3月11日に、ロンドンの金融商品部門で5000億ドルに及ぶ、損失を出していた可能性を報道された。2015年8月12日、金融危機当時に、 米政府が AIG の支配株を取得したのは違法とした6月の連邦請求裁判所の一審判決を不服として政府は控訴した。批判日本国内では損害保険会社3社などが参加で営業している。アイウ保険会社 AIG の日本進出は1946年に参加のアイウ保険会社が 当時日本を占領していた GHQ の要請で中流アメリカ軍の資産の保険を始めたことによってなされた。1949年には日本人向けの営業も行うようになった。かつてはアリコジャパンなど生命保険会社3社も参加に収めていたが2010年から2011年にかけていずれも他社に売却された。 アリコジャパンは日本で最初の外資系生命保険会社として1973年より日本人向けの営業を開始した。第三分野保険にかけては歴史的に外資系保険会社が強く、アリコもシェアが高かった。ありがとうございます。